ました。パズドラ登竜門予選会の第4回です。なんかハウってる？会場のマイクがほわっとしてる。大丈夫ですか？はい、今日一緒にこのパズドラ予選会をお届けするのは、待って、私のせい、私のパソコンのせい、関係ないね、関係ない。ちょっと会場でね、マイクがほわほわしてたの。大丈夫？いい、進めますね。はい、失礼しました。今日私と一緒に登竜門の予選会を進めていただきますのが、前回のチャンピオンであります翼くんです。いらっしゃいませ。一言どうぞ、まあ、ここに座ってみた感想とか、前回勝ち抜けた気持ちとか、そのあたりお願いします。今回来てる降臨が結構めんどくさいやつばかりなので、はいはいはい、まあ、みんなきちんと対策考えてないとやばいのかなって思って考えてたんですけど、まあ、あんまりいいパーティー見つからなかったんで、まあ、あとはその場で考えて。なるほど、はい、今日予選に挑んでくださる皆さんの戦いを見ながら、そうです、本戦でどう戦うのかはゆっくり考えていただくこともできますのでね、はい、チャンピオンの余裕で過ごしていただきたいと思います。はい、改めましてこの番組の趣旨を説明させていただきますと、毎週月曜日の19時からパズドラのニコ生放送をお送りしておりますが、そちらのメインコーナーとしてパズドラ登竜門というコーナーをお届けしております。こちらのコーナーで2週勝ち抜きますと、ガンフォーの公式ニコ生に出演できる権利を得られるということで、毎週激しい戦いが繰り広げられております。2週連続で勝ち抜きってことになると、翼さんが今週勝ち抜けばもう公式放送行き決定なので、そういうこう毎週ね、来週も出るかもしれない、来週も出るかもしれないっていうドキドキの戦いが、はい、繰り広げられておるわけでございます。はい、ということで本日もアップバンクストア新宿のお店から MC はスプリングモーでお送りします。よろしくお願いします。では早速ですが、本日挑戦者の皆様をご紹介したいと思います。一瞬さーっと映していただいていいですか。こんな方です。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。実はね、今日ね、実は今日1名ね、女性がいるんですよ、挑戦者に。映って平気？大丈夫、ありがとうございます。あー、かわいらしい。はい、頑張ってください。はい、でですね、ちょっと彼女アンドロイドのユーザーさんで、ちょっとこの予選会で画面を映すのが難しそうなので、ちょっと前には座ってもらえないので、ちょっと最初にひいきして映しちゃいました。可愛かったんで。はい、ということでですね、本日は9名の参加者の皆様がいらっしゃいますので、その9名が、徐々に減っていく戦いになっております。じゃん、段取りはこちらです。第1回戦で7人、2回戦で5人、最後の3回戦目で3人まで減っていくという戦いになります。でこちらで減った最後の3人が今前に座ってらっしゃる翼さんと戦うということになります。はい、ということでですね、今コメントちょっと読んどこうかな。可愛いから優勝って来てるよ。うん、すごい、よかったよかった。はい、ということでですね、今回初めて番組をご覧いただいている方もいらっしゃると思いますので、ルールの方を説明させていただきます。この試合はですね、予選会は決められたダンジョンをタイムアタック形式で競い合っていただきます。でパーティー編成もダンジョンが発表されてからパーティー編成していただきますが、パーティー編成に使える時間は5分間とさせていただいています。編成するチーム内には同キャラ禁止です。リーダー、フレンドは同じで大丈夫なんですけど、自分のパーティー内に2枚同じモンスターを入れるのは禁止になっています。ダンジョンに入る直前の画面で待機をしていただいて、スタッフの確認を待ってください。でタイムアタックなんですけど、一度ダンジョンに侵入した状態でパズルに触らないところでお待ちいただいて、スタートの合図からプレイしていただくという形式にさせていただきます。スタートって言って押すとちょっとラグがあるのでね、プレイするタイミングから始めていただく形にさせていただきました。クリアした瞬間に手を挙げていただいて、端末は置いてください。でスタッフの確認を待っていただければと思います。最後にですね、ゲームオーバーになってしまった場合は再度潜入するのは OK ですが、コンティニューして続けるのはなしですので、プレイヤーの皆様はご注意ください。ということで、全体の
説明は以上となりますが、今回のダンジョンを発表しましょうか。これこの順でいいんだね。あ、なるほど、わかりました。では読み上げていきましょう。チーム編成もありますからね。あ、待って、その前に失礼しました。第1回戦の挑戦者の方を前にお呼びしたいと思います。お願いします。はい。翼くんはどれやりたくないですか、今日の男女の中で。いや、もう断然スカーレットなんですけど。スカーレットあんのかな。断然スカーレットなんですけど、スカーレット断然やりたくない。でもスカーレットね、結構月曜日に出てるからやるパターン多いですよね、うん。で、今ですね、挑戦者の方の端末のセッティングをしておりますので、そちら少々お待ちくださいませ。はい、はい、じゃあセッティングの間を利用して、画面を映す方のお名前伺っていきましょう。はい、じゃあマイクをお持ちになってお名前お願いします。はい、どうも、吉本芸人の、がんじがらめ今井ゆきと申します。よろしくお願いします。出たがんじがらめ今井ゆき、芸人さん来た。あの、この方、この方あれですね、パズチャネの時に何回か来ていただいている方ですね。なるほど、ありがとうございます。3週間前くらいにパズバト、1ヶ月前以上ですかね、はい、パズバトで村井さんに惨敗された方ですね。なるほど、はい、またもやお越しいただきありがとうございました、はい、当選おめでとうございます。ありがとうございます。頑張ります、はい、頑張ってください、はい、では次の方お願いします。どうもこんにちは、あのハリスと申します。はい、ランクは560でです。緊張してます。頑張ります。はい、頑張ってください、はい、ということで挑戦者のお二方の端末のセッティングを今しているところですね。芸人ということはこれあれですね、公認もらえたらお仕事の幅がぐっと広がりますね。確かにそれはそうですね。これ熱くないですか、その自分の実力以下でこの仕事が増えるって結構熱いと思うんですけどでもそれ笑いの実力じゃないじゃないですかそれってどうなんですか。いやいや、笑いの実力じゃなくてもいいんですよ熱いじゃないですか、自分の仕事が増えるか増えないか。あ、まあそれはね、ここで自分のね、指先で決まるって熱いじゃないですか。すごい大事だと思います。はい、頑張っていただきたいですが、ちょっと今端末の設定中なのでお待ちくださいね。さあさあさあ、今回は爪痕を残せるのかって言われてますよコメント欄で。前見た人ですか、ね、そうそう、見たことあるなってコメントで書かれてますんで。そうですね、爪痕、まあ、思い出に残るように。そうですね、大事ですよね、はい、これ選ばれるの大変ですから、めちゃくちゃ思い出にしちゃダメでしょめちゃくちゃ倍率高いんで。はい、さあさあさあ、後ろのおやつケースってもういらなくねって言われてるんだけど、これおやつケースじゃなくてテレビを置く台だよみんながコメント欄でおやつケースってもういらなくねって。今何入ってますかね、ちょっと見てみましょうか。見ていい。はい、どうぞ。あ、反対側から開けないと。そこには何もないよ。症状が入ってる。あどうしました、マオさん。どうしました、翼くん。翼くん、アシスタントがここはちょっと中を確かめに行くんだ。違う、もう違う。もう違うよ、もう、ま、これだよ、これ、もう。あ、これは、これあれじゃないですか。富士急ハイランドの戦慄迷宮の放送で使った小道具じゃないですか。もうちょっと。遊んでる場合じゃないよ、予選時間ないんだからもうちょっと完全にはもう普通に姫あげちゃったじゃん、もうマジ姫。そうそう、まだあったのか。はい、うん、あの入れっぱなしにしてるの僕覚えてました。すごいね、よく覚えてたね。はあ、さあどうですか。あ、ちょっとね、端末の接続するケーブルがあんまり良くないみたいね、調子が。てってれーって言われちゃったお恥ずかしいです。どうでした、先週勝ち抜いてみて、お友達の反応とか。友達意外となんかリツイートで拡散されてました、うん、あー勝ち抜いてるしみたいな。大学行ったら普通にどうしたのって言われて、みんなにどうしたのってなんでニコ生出てんのってさすがです、さすがです。じゃ何も告知しないで行ったんですよ唐突にね、うん、まあそれはね、
それはね、だってなんか告知しまくっても結果次第であれだから、そうだよね、うん、わかるわかる、ね、確かに確かに、さあ、じゃあちょっと今、ですね、はいはい、左の方のライトニング端子、もともとなんか iPhone の本体が調子悪いらしく、あら途中で映像抜けるかもしれませんが、うん、もうとりあえず時間もないのでこのまま行こうかなと思います。わかりました。ではダンジョン発表しちゃっていいですか。はい、ダンジョンの発表いきましょう。本日1本目のダンジョンは極限ゴッドラッシュです。はい、チーム編成の時間は5分間です。よーい、スタート。はー、ちょっと逆から読んでたから日本語がちょっと分かんなくなっちゃった。いやー、ちょっとあの手はびっくりしたなあ。私でもあの悲鳴やるの2回目だからね、全く同じ悲鳴だったよ、本当に超恥ずかしい、全く同じリアクションしちゃった。あんなにキャーとか言えるんだ私って思うもんね。戦慄迷宮は本当に怖いんですよ。もう無理でした。あのよろしければあのマミルトンと一緒に私が戦慄迷宮に入った動画がどこぞに上がってますんで、ぜひとも検索してご覧いただければと思うんですけど、もう私はもうずっとマミルトンの横に隠れてましたね、はい、さあゴッドラッシュで特に縛りもないですし、普段やってるパーティー編成だったら早めに5分経たなくてもね、パーティー編成完了するんじゃないかなと思います。スタッフに見せていただいて全員準備ができたら5分経つ前でも始めさせていただきますのでね、よろしくお願いします。ちなみにですね、 D リンクをっていうコメントありますが、リンクは貼れません。ニコニコのやつじゃないやつだから。はい、まおちゃんなら何パで行く、何で行ったのかな私。え、私ゴッドラッシュ勝ってるよね、あの最後かゼウスでしょ、黒いゼウスです、暗黒覚醒ゼウスだ、多分ホルスです、多分だいたいホルスです。まあ、まあ、私ホルスかサクヤですね、こういうダンジョン勝ってるの。さあ、パーティー編成の時間は残り3分となっています。安定のゴンです。安定のゴン、なるほどねへえ、安定なんだゴンって。先週に引き続きゴンを売り出してるっていう。なるほどね、ゴン売り出し中なんだ翼くんは。お、コメントも来た、速さ重視ならゴンかな、まあ、確かにね、タイムアタックですからね、うんうんうん、でも難しいダンジョンですからね、ミスすると最初からってこともありますからね、そこもお気をつけいただきたいと思います。あ、前のプレイヤーの方がちょっと変更になったのかな、端末の問題で。はい、あのやはりちょっと映像がなかなか出ないので、はいはい、ちょっと交代させていただきます。はい、お名前は。あ、マイク使っていただいて、はい、トミーと言います。トミーさん、よろしくお願いします。え、トミーです。トミー2号、トミーさんありがとうございます。トミーで大丈夫です。はい、わかりました。パズドラ TCG 名人のね、トミーさんと名前が被ってたからね、トミーなのって聞いたんですけどね、ありがとうございます。はい、さあさあ、いやもうさ、月曜日もさ3本連続ニコ生となるとさ、なかなかさ気合が違いますよね。私もちょっと今日直前まで打ち合わせで、到着するのが10分ぐらいまですごい焦ってますけど、うん、頑張る。あの冒頭の説明は割とよどみなくできたと思ってるんだけど、ちょっと段取りについてはちょっと今あたふたしてるから頑張ります。さあどうでしょうか、残り時間1分半、人数多いんでスタッフの確認も時間かかると思うんですが、全員組み終わりましたかね。今ね、最後の確認してるとこっぽいですね、スタッフが。さあさあ、ちなみに翼さん、はい、あの極限ゴッドラッシュ他の方がやってる時に一緒にやる感じですか。もう構えてますね。一応構えてる構えてる一応。はい、というわけで、もういいかな、参加者が9名ということでクリアしたら、
クリアの表示が出た瞬間に挙手を忘れないように気をつけてください。そうですね、斜めになるまでやりますからね。なんかこのスケッチブック の, あの人の絵を見るとなんかわかんないけど三国志やりたくなりますね。私には人生ゲーム感が出てるように見えますね。人生ゲームね、あの車に乗せるこうね、この棒をね、光栄の三国志がすごくやりたくなる絵ですね。はい、ほらみんなこれ小さくて人の絵って何って言って見えないんだよこれ。途中で D が追記したんですけど、さあタイマー終わりましたよ。5分間、皆さん組んでるようなので大丈夫ですかね。あとはもうスタッフの確認だけっていう感じなのでよろしいですか。いいっすね。あ、ちょっとまだ端末、接続端末の状態かな。いやドキドキしますね、1試合目だし。ドキドキ、みんなドキドキしてるかな。残りのダンジョンをみんなが予想してて面白いな。今日機材調子悪いぞ、D。すいません。皆さんお待たせして大変申し訳ございません。今ちょっとセッティング中ですのでね。本番安定できるようにしますので少々お待ちください。大丈夫そうですね。はい、よかったです。ほっとしました。ということでですね、挑戦者の皆様は一旦ダンジョンに侵入した状態で盤面に触らずお待ちいただけますでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあ前のお二人の画面もお願いします。どうぞ。はい、ということでここから私の掛け声とともに皆様プレイを始めてくださいませ。いきますよ。パズドラ登竜門予選第1回戦よーいスタート。これで倒せちゃうんだ、本場だ。おー早いね。そうなんだ、大変だな。さあ、ガンジガラメ今井勇気、色がありません。しかし、9枚なんでこれです。突破しましたね。あー、突破。あれ、シースの気づってが重いのが静かだったね。さあ、一方トミーはいいですね。四つ消し2つどんどんで、これで一撃無心ですね。さあ、ベルゼルズまでやってきましたよ。完璧に計算されてたのかな、ちゃんと先生。素晴らしい。さあ、ジンを使ったがギリギリ四つ消しが2つ作れるんですね。うんうんうん、あ、いい分割じゃないですか。うまい。ラッキー。あーっと、お化けがついた。おお。さあ、パスだ。って言いながら、ここは陣を使って二色陣。本末が大丈夫だね。あー、すげえ、四つ消し、四つ。かっこいい。使い慣れてる感満載。クリア。はい、トミーさん手を挙げてください。あれ、あれ、まだガイアス
イチャついてるガイアが好きなんですよ。ガイア大好きですね。ガイア大好き。しかしガンジマリー前行き、そうは言ってもまだチャンス全然ありますからね。そうですね、斜めプレイヤーさんが7名になるまでプレイできますんで。いや、まだチャンスです。まだ大丈夫です。まだ大丈夫ですって大丈夫です本当に大丈夫なのかな。でも本当にスタッフがね、タイムっていうまで、終わりっていうまで大丈夫ですから、やってください。そこはきっちり6色決めました。64枚、うん、セリフ。おー、いい本語だ。まだ間に合いますよ。まだチャンスです。さあ、ここは6色ありませんが、現状ある色だけを揃えて。あー、水も揃ってなかった。水も揃ってなかった。まだプレイされてる方いらっしゃいますね。うん、まだわかんないよ。さあ、ここきっちり64倍。どこまで減らせるかわからないぞ。意外と残る可能性もある。しかしは突破。あと2フローだ。すげえ静かにやんね。頑張って、落ち着いて、落ち着いて。さあ、火が揃ってなかったですね。さあ、9枚。さあ、この毒を押さえてか、野菜を食べて。この瓶の野菜を食べるっていうのはすごい、なんかすごい。64枚なので、これは突破したでしょう。あ、さあ、ボスバトル。まだわかんないっぽいですよ、はい、まだわかんないっぽい。はいはいはい。おっと、盤面調整か。あ、間に合いましたね。やったー、すげえ。これで間に合った。6色、よし。どうかな。さあ、8コンボの60枚、これ、これどうかな。さあ、ガンジガラム2枚勝ち上がったぞ。あぶねえ。やりました。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。コメントに書かれてますね、あの芸人だから長く映りたいのかな。じゃあ、本番が早いって知ってたらやってたよ、もんで。研究してきてください。さあ、他のプレイヤーの皆様の様子もね、確認する必要がありますので。残り2名になった時点で、足切りということになってしまいますが、まだプレイしています。はい、あの残り2名決まるまでプレイし続けてくださいね。何人残ってる今。あ、そうですね、あと3名ってことは、あと1名の方が決まるまではプレイするっていうことになります。今、アドバイスもらいました。ゴンパのアドバイスもらいました。あ、ゴンパのアドバイスをね。ゴンは持ってるんですね。ゴンは、はい。あ、あるんですね。持ってるんだ。カイトが弾けなくて。あ、すいません、マイクを使ってお話ししていただけませんか。あ、芸人さんなのにね。頑張って、頑張って。ですね、カイトが弾けなくて、ずっと弾いてたら、ゴンが 3,4 体出まして、で、キルアが、究極、スキル上げで、スキル前になったぐらい、頑張ったんで、ゴンはいます。なので次からちょっとゴンパで挑みたいと思います。はい、ということでですね、第1回戦で予選落ちしてしまった方の名前が届きましたので読み上げます。1人目、黒猫かすみさん、お疲れ様でした。あの女性の方ですか。あ、可愛い子が。黒猫かすみさん、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。残念です。もう一方はなぎちさんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、はい、7名になりましたね。そうですね。ではどんどん行きましょう。その前に次、選手交代ですかね。
そうです、そうです。はい、席に座っている方交代お願いします。もうみんなね、かすみさんがちょっと落ちちゃったの超残念がってる。かすみさん来てくれてありがとうございます、本当に。さあさあ、では、セッティングをしながら自己紹介をいただきたいので、ちょっと一旦端末を起動した上でスタッフに渡してマイクを持っていただきたいです。はい、では、お名前を。のびです。のびさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ランクとか。ランク540ちょっとです。ありがとうございます。続きまして、はい、お名前とランクを教えてください。はい、中ピコ2と申します。はい、ランクは544です。はい、544、はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。のりさんと中ピコ2さん、はい、ちょっと第一戦目のねセッティングで結構時間かかっちゃったからね。巻いていきますか。巻いていきましょうね。大丈夫そうですか、セッティングは。早いね。オッケーオッケー、いきますよ。はい、じゃあ次のダンジョン発表してください。2回戦目に挑戦していただくダンジョンは犬竜の超地獄級でございます。パーティー編成の時間は5分間です。よーい、スタート。これあれですね、他の降臨とかラッシュとかと違って、予習を本当にしてないと辛いんで。あ、まあね。でもまあ今日出てるから予習するでしょ、今日のダンジョンだし。いや、意外とまだ1回もやってないんだけどみたいな人いると思いますよ。え、いや0時になったらやんなよ。やろうよ。で、私もやったよ、さすがに。さすがにやった。すごい、犬は猫で破壊しましたっていうコメントが流れたりしますね。バスケットね。翼さんは犬竜は、はい、超地獄だけやりました、とりあえず。あ、あるあるある。超地獄級だけとりあえずクリアしてるパターンね。いや、今日来るかなって、うん、思ってやっとこうかなみたいな感じ。超地獄だけ。会場がピーピー言ってるけど大丈夫なのかな。まあここお店ですから、はい、きっと万引きした人がいたんですよ。ちょっとこらこらこら。ちなみにですけど、アップバンクの究極攻略アプリ、はいはい、ではこちらもうなんかギミックだなんだっていうのは解明されてますか。あ、出てますよ、出てます。あ、出てますか。はい、普通に見ていただければ。じゃあそれを見て夜中に解析してますんでね、対策するのもいいかもしれませんね。はい、計測してますんで。さあさあさあ、ちなみに翼さんは犬竜何でクリアしましたか。一応今回やるのはとりあえず芝ドラ、ね、すごいよ、翼くんも見てくれてるよ、パズドラ攻略アプリ。超嬉しいよ。はい、2分経ちましたけど皆さんどうですかね。まあ割とサクッとパーティー編成は決められるんじゃないでしょうか。2体同時にね、一気に倒すパターンのパーティー編成だったら何でも早いんじゃないですか。そう、新ダンジョンのデータがわからんときはパズドラ攻略アプリです。よろしくお願いしますね。はい、 OK です。じゃあ皆さん準備が整ったということなので、あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとプレイヤーの方のパーティー編成変えたいということがありましたのでお待ちください。ふう、私初見はですね、ウルドとシバドラできましたね。シバドラ持ってなくて、なんか雰囲気でそれで行ってみようと思ったら勝てたっていう。さあ、良さそうですか。はい、ありがとうございます。では挑戦者のお二人の画面の方もお願いします。はい、シバドラですね。はい、シバドラだけど微妙にサブがちょっとだけ違う、ね、では潜入した状態から始めますので、一旦潜入ボタンを押していただいてよろしいでしょうか。は
い。後ろの皆さんも牽牛状態ですかね。はい、では掛け声かけていきたいと思います。パズドラ登竜門予選第2回戦、よーいスタート。これあれです、出てくるモンスターランダムなので瞬間変わります。いやこのパーティーすぐスキル溜まってどんどん使えそうですよね。わお、結構使える先生ありますね。そっか、ランダムだからこんだけ受けるときってどんなことなんですか。そうそう、このね、闇吸収がね、厄介だった。シバドラ使ってるとき闇吸収かよって闇消さなきゃいいからね。吹消しだけで通過できちゃうんだね。さすがシバドラ強い。さあ、バトン6、ノリが、ま、そろそろ後ろからフライトスを変換を1個挟んで回復強化。すごい、隣で翼がスーパータップしてる。もうこれ花火で終わっちゃうんじゃないか。翼くんの花火で終わった。おお、スキル。反応と強めランダムなの。ランダム、私反応しか合ってないや。マジか、反応が HP 多い。そうなんだ。わあ、さあどうですかね。クリア。さあ、ノリさんがクリアしました。はい、5名まで残れますからね。5名まで。そしてレッツレッツに打ち付けしてクリア。クリアですね。はい、じゃあほぼほぼみんな同じぐらいのタイムだったのでもう決まる感じかな。すごい、みんなが芸人さんがどうなったのか気になってる。芸人どうなったっつってコメント欄で芸人どうなったって来てます。やっぱキャラが立ってるとねこうなりますね。あ、コメント欄は千代目しか見たことないわって人いるな。はい、ではお名前をお呼びしたいと思います。今回もお二人の方が脱落になってしまいました。一人目、メガグレイシアさん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。そしてもう一人、中ピコ2さんでした。お疲れ様でした。結構紙一重だったけどね。そう、本当にね、ギリギリだったの。ほぼほぼ多分最後終わった時間一緒で、結構ハイレベルな戦いだったんですね。そうですね、だいぶ同じくらいになってますよ。はい、ということで今日の予選ついに3回戦が参りました。はい、はい、というわけでじゃあ3回戦のダンジョンに行く前に、選手の交代をしましょう。はい、3回戦前に座っていただく選手の方、席替えお願いします。個人的に注目しているガンジガラメ、今やまだ残ってますね。ああ、そうですね。その芸人さんですね、はい、芸人さんまだ残ってますね、はい、今5名まで絞られました。はいはい、残り3名。さあ、先に説明すると、3回戦目は、新たな縛りが1つ加わるんですね。これです。はい、サイコロを振って出た目によって追加の縛りというものが、付与されますので、さらに難しくなることを受け入れということになります。そうですね、まあこの毎週こうサイコロで決めてるんですけど、なぜか自チームのリーダードロップモンスター限定っていう縛りが結構多く出てますよね。1と2が多いですよね、この番組。そう、割と1と2が出やすいっていう、このサイコロの仕様じゃないかな。なんでかな。じゃあ先に振りますか。そうですね、はい、翼くんに先にこれ振ってもらいましょう、はい、この縛りだけ決めといてもらいましょうか、はい、ダンジョン決められなかったらまだチーム編成できないしね。ではよく回転するような感じで振っていただけると。そこのエリアに、そうですね、床にお願いします。どうぞ。5、結果、自チームのコスト総数180以下です。めんどくせー。コスト制限、
そんなの考えて作ってないんですよ。そうですね。今コメント欄でも初めてだってコメントいただきましたね。確かに初めて出ましたねこれ。はい、というわけでじゃあセッティングができたみたいなのでまず選手の方にお話を伺いましょう。はい、じゃあ1人はトミーさんですね。もう一方お名前をどうぞ。はい、どうぞ。キムッチって名前でパズドラやってます。普段ニコ生とかでキムという名前で活動してるのでどうぞよろしくお願いします。キムさんよろしくお願いします。イルムハイ3位でした。あ、え、何イルムハイで3位取りました。すごい、お疲れ様です。ちょっと今回ノアハイはランクインギリギリだと思うんですけれども、13万5400点ぐらいで、まあ、上位を目指されてるんですね。トップ10目指してるんですけど今回はちょっときつそうですね。いや、よろしくお願いします。お願いします。あ、はい、はい、トミーさんはさっきねお話いただいたので、はい、あ、みんなイルムハイって何って言われてるよ。イルムハイ、イザナギか。イザナギ、イルムハイじゃない、ごめんなさい、イザナミハイです。イザナミハイ、あの僕が個人的にイザ、イルムハイと呼んでいました。呼んでた、はい、イルム4体積んでずらすだけの作業を1200回ほどやってました。え、今日はそうはいかねえぞ。そうね、今日は同キャラ禁止だからイルムいっぱい入れられないね。すごいな、それちょっとやばいな。はい、では最後のダンジョンを発表してください。了解しました。こちらはダンジョン発表してからこのコスト180以下のダンジョン、あー違う、チーム編成をしていただくってことですね。いきます。本日のダンジョンはスカーレットではございません。チャレンジダンジョンレベル7です。チーム編成の時間、よーいスタート。チャレランのレベル7。みんな攻略アプリ見るんだよ。みんな攻略アプリ見て。今回チャレンジダンジョンが、全部バトル3で終わりっていうかなり奇抜なチャレンジダンジョンになってますので。そうでしたね。私ね、どっかのチャレダンでね、いきなり五右衛門にやられて悲しい気持ちになりましたよ。どこだっけな。10の2層。それが7では。え、10？ いや、私10なんてやってないよ。あ、じゃあ五右衛門にやられたの違うやつかな。8って書かれてますね。何でやられたのかな。あ、6だ、6、6。進化前ですか。そうそうそう、いきなりボンってきて終わったみたいな。あ、マーさん、この180というコストは、はい、フレンドは入れますか入れませんか。あ、自チーム、はい、自チームコスト総数と書いてありますので、自分のチーム編成の画面が見えるところで180以下であれば OK です。フレンドを無視してください。自分のチームです。さあ、またも、またも売り出し中。すごいな、もう翼くんはもうゴンで押せ押せですね。さっきもめちゃくちゃ早かったですね、プレイ。コスト180余裕だなっていう声もありますけどね。ゴンも余裕でした？ぴったりですね。あ、ぴったり180。なるほど。まあね、あの縛りも含めてパーティー挑んでいただくダンジョンは選定してますのでね、はい。あんまり難しいところで縛っちゃうと辛いしね。うん、さあどうかな。残り3分です。コメントで今、まおちゃん今日何飲もうかなとか考えてないでって言われたんです。考え、どういう意味。今日家帰ったら何飲もうかな。あ、そばじゃないですか。そうですよ、だって私家帰りませんよこの後。全然放送ありますから日本ね。その後ももうお約束あるんですから、お仕事の。さあどうでしょうか、はい、チェアマンの方々
どうですか、スタッフの皆様、準備のほどは。もうちょっとですね。はい。まあでも今翼さんがゴンがぴったし180だったと。うん。ゴンでいきますか、その翼さんのエキシビジョンチャレンジは。とりあえずさっきのやつと一体パーティー変えたんですけど、まあこれやってみてどうかなって感じですか、ね、本番もねあるからね、ちょっと腕試ししておかないといけないですよね。ちょっとみんなコメント欄の人が芸人をねすごい欲してるよ芸人のパーティーを見たいっていうコメントが来てるよ。悩んでるんです、めっちゃマジで。あと1分しかないから悩んでる場合じゃないよ。いや悩んでる、まだ決まってないのか。まずいよ、これはまずいぞ。時間切れになるよ、この番組始まって以来の頑張って。あ、前回のひそか面白かったっていうコメントいただきましたね、ありがとうございます。前回どんな感じでしたっけね、なんかどんなでしたっけね、あんまりよく覚えてない。ちなみにラードラって無理ですよね、ホスト的に。ラードラ、ラードラ持ってないんですよね。ラードラ、コストが分からない。コスト高かった記憶、99だよね。99か、ラードラ99なんですね。うん、そうか、残りのあれで作るの難しいね。あと80ぐらいの時酔っ払ったのか。ラードラ入れると80、あと80ぐらいの残り80しか使えない大変だね。何も入れられないし3万抜きぐらいの大変だよね。あ、そうか、前回はスナックマオの程度っていう番組だったんだな。そうだった、そうだった。あ、そんなこと言ってた。まあいいや。はい、ということでですね、パーティー編成の時間終了でございます。芸人の方もパーティー編成なんとか終了してスタッフに伝えているようなので、そちらが終わり次第スタートさせていただきたいと思います。よろしいでしょうかね。覚えてる。ちゃんと覚えてる。でも理想の男性ってどんなこと言ってたのか気になるな。もう一回聞きたいな、それ。それ見れないのかな、先週の自分。いや、はい、1週間だからどうなんだろう。はい、ということでですね、よろしいでしょうか。では前のお二人のゲーム画面をお願いします。ゴンですね、そして、覚醒ラ。ラでは、入った状態からスタートなのでこちらも潜入していただいて構いません。ちょっと待ってください、覚醒ラのパーティーで僕すごい気になるの言っていいですか。左から4番目、これスキルマですか。群馬県群馬県マイターン。いや、本当に入れてる人初めて見たわじゃあ侵入したところからでしたっけ。はい、じゃあ侵入していただきますか。お願いします。触らないでね、いきますよ。まだ触っちゃダメですよ。はい、皆さん入りましたか、大丈夫ですか。はい、掛け声しますね。ではパズドラ登竜門予選の第3回戦そうなんですよ、これパンチのあれですよ、パンチからのやつ。トミーさんが闇を右から2番目入れてるのが間違いないかな。でもこれ、いいのかな。結局終わってからやるってことなんじゃない。そうで、パンチでこういうことですよね。さあ、そうとしていくね、安定のゴンパワーイヒスをどうやら突破しそうだ。さあ、キムチがボスバトル。そうですよ、ここだったそうだ、誰でもそうだ。それでいく、固定ダメージ。早い。まあ、どうやらキムチはこれ立ち上がったっぽいですよ。これは行ったっぽいですね、この空気。
はどうか。おお、危ない、100万円達成。もう1名決まれば終わりだよ。まだプレイしてる方がいる。さあ、トミーはあと技を出すだけです。連打している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 、トミーが連打している。突破、手が出ました。さあ果たして、はい、結果はどうなったんでしょうか。ここまでかな。はい、今真央さんの手元に通過した方のお名前が来ました。はい、通過した方の名前を読み上げてください。はい、キムッチさん、おめでとうございます。本番早かったですね。続きましてアドンさん。はい、ウェーイ、出たガンジガラメアドン。そしてトミーさん、お疲れ様でした。立ち上がりました、トミー、おめでとう。ちょっと最後ね、ラーでちょっとヒヤッとしましたけどね。ヒヤッとしましたね。立ち上がりましたね。いやー、はい、ということでですね、今決まった3名の方が本編で翼さんに挑むということなんですけども、一応一言最後もらいましょうかね。本番への意気込みお願いします、翼さん。やっぱり先週に引き続きゴンで勝っていきたいかなってちょっとゴンで思ってるんですけど、ゴンを進めたい。いや、わかんないですよ、サイコロズって全属性とか出たらどうする。あるある。そしたら変えますね、もう諦めます諦めますはい、ということで本編も頑張ってください。ということで今勝ち抜いたお三方と翼さんがトーナメント方式で戦います。パズドラ登竜門の本編コーナーは19時からのパズドラニコ生の中でお届けいたしたいと思います。ということでパズドラ登竜門予選会の第4回の放送でした。また来週というかこの後の放送で、ね、本編の方をお楽しみください。はい、19時からです。19時からです。